野球を楽しみ、勝ち負けに取り組む楽しいスポーツですけども、これにもやっぱりね、いろんな選手たちがいまして、選手たち の、 あの難しいプレーを真似 してみようとか、いうような選手たちもいますけどもね、やっぱり野球というのはどの分野でもそうですが、基本というものが非常に大切なんですね。だから教えていただくチームの監督さん、あるいはコーチに基本を教えていただいてですね、やれば、まあ、本当に素晴らしい成長を遂げると思いますので、やっぱり基本というものは大事です。これを守ってね、野球をやってください。特にピッチャーは、プロ野球のピッチャーにはサイドスロー、アンダースローいますけども、常に心がけて基本的なオーバースローからの練習をね、やっていってください。これは僕からのアドバイスです。